はい。皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。イチャンネルのお得情報ということで、久々に動画をね、作っていきたいと思うんで、まあ、皆さん見てください。今日のテーマはね、ウェルシア活動、もうすぐ7月20日になりますんで、まあそこに関してね、まあどんな話をしようかなと思ってました。あと、和音ポイントを貯める方法だったり、V ポイントから和音へ行ったりですね、まあそれについてま,あまとめという形でお話ししていきたいと。 思いますまずウェルシア活動って何だろうっていうまあうちのメンバーだったらですねまあ私の動画見てた H ラボのメンバーだったらよくわかるんですけどもまあ初めての人もいると思うんでまあどんなものかというとお得生活で貯めままくったポイインントトを消費すするイベントって僕らは考えてます普通はねまあそんなたまんないんですよ。 で、ウェルシア行ったって、現金で払ってる人もクレジットカードで払ってる人もたくさんいるし、20日に大量の1万、2万、3万ポイントを、ね、使ってね、やる人ってまあいないんですけど、僕らからするとこういう風に消費するイベントですね。で、毎月20日がウェルシアでポイント消費1.5倍分のお得なんで、これは大きいです。例えば1万ポイン,ポイント使ったら1万5000円分使いたりとか、2万ポイント使ったら3万円分とか。 これがかなりチート級にやばいですね。ものすごく使えるイベントになってます。まあ、単純計算すると、まあ、全品33%引きなんで、なかなかないですね。すべての商品が33%引きなんてことは、まあ、世の中ないわけで、どんな商品ですら、まあ、いらない商品が割引したりとか、在庫処分のやつが半額になったりとか、新製品は割引しません。 っていうの流れなのに、新製品だろうが、中古品だろうが、あの全部33%引きということですね。食品だろうが、あの、ものだろうがね。いや、これはなかなか素晴らしいイベントじゃないかなと思ってますし、うちのメンバーもたくさん、これで助かってる人もいる。だから結果どうなるっていう話なんですが、まあ、日用品でお金を使わなくなります。例えば、ね、カップラーメンなんかもそこで全部買えるしね。 あとはトイレットペーパーとかティッシュペーパーとかあとは子育て世代だったらおむつだったりとかそういうものも全部買えますポイント消費だけという気楽さがありますもうウェルシアでもうパート使っちゃいましょうみたいな他で使うところないから使っちゃおうぜみたいなね気楽にいけるねあと家族全員で行ってみんな買っていいよって言ってもねもう全然あの使い切れないぐらい使えますんで もうこれ、気楽だし、まあ、家族の評判も上がるし、素晴らしいんじゃないかなと思います。毎月20日前後に家とみんなうずうずするとで。日常生活、子育てなどが楽になります。まあ、なので、洗剤だったり、そういうトイレットペーパーとかの,その日常消費物が潤沢にゲットできるんで、まあ、普通の生活には困らないですよね。 全く何も困らないし、まあ、ミルクとかも高いんですよ。最近だったらミルクも高い、おむつも結構高いです。馬鹿なんです。まあ、それもですね、かなり格安で買えるんで、本当に気楽。私の、えー、子供のミニヨちゃんもですね、まあ、ほぼウェルシアで育ったと言っても過言じゃない。あの、離乳食とかも全部ね、ウェルシアで買えますからね。で、お金使わないから溜まります。なのでね、よく、 積み立て投資しましょうとかって、なかなかそれに回せるお金がなかったりする人もいると思うんですが、こういうウェルシアで日用品とか金使わなかったら、もうその分投資に回せるんでね、素晴らしいと思います。で、ラボメンのね、あのツイッターですね、うちのメンバーさんのツイッターちょっと見てみると、まあこういう風な感じ、4月20日とかね、えー、ウェルシアの日や、行ってない人行ってきいや、20日やでバブ買ってきいや、まあバブも買えるんですね。たださ、お得やのに、半額やでウェルシア行ってきいや、まあ半額かどうかわかんないけど、 あ、バブが半額なってんだね。バブ半額だから50%引きで、かつ33%引きだから70%ぐらい引かれてんのかな。すごいね。こういう風に、もうカゴにですね、山積みにしてるわけですね。こうやってね。大量に山積みになってそんなか、そな中もう半額もあって、もうめちゃくちゃお得って、えー。サムエルさん、ウェルカツ行ってきました。総額2万4000ポイント使ったと。日用品と奥さんの化粧品とサプリ。長女のリクエストのバスボール。 とよく怪我するのので大きめの絆創膏ねこういう風なのもサクッと買いますね。学校では友達の間で伴奏項を交換するのが流行ってるみたいなので、それをも買いましたということで。まあ左上からねまあ、日用品があって、なんかお酒も入ってますねでオ。ビーフカレーもあって、卵もあって、チョコレートもあって、キューピーコアゴールドみたいなのもありますね。で、伴奏項的なもの、バスボールもあって、 で、浄水器、あとは潜在系とかね、防カビとかもあって、まあ、これは全部ほぼ格安で買えるんでね。まあ、やめらんね、毎月ね、20日、たまんないですよね、こういうね。で、ネットで話題のベルカツ、ネットで話題でしたね。まあ、我々からするともう3、4年前からずっと話題でしたけど、毎月20日のウェルシェアお客様感謝で V ポイントの価値が1.5倍ってことで、まあ、20日はもうぜひ行きましょう。あと3日ですね。 今週金曜日ですかね。じゃあ、ポイントそんなたまんないよって話だと思うんですよ。止め方なんですけども、ポイントサイトで貯めるのが結構おすすめです。例えば、クレジットカードを作る際も必ずポイントサイトを経由して、で、ポイント貯めてそれを V ポイントに交換するとか、あとは EC サイト、楽天で買い物とか、ヤフーショッピングで買い物するときに、必ずポイントサイトを経由して買うと。 積み立て投資で貯める。SBI 証券だったら積み立て投資で V ポイントが貯まりますし、私もね、まあ、えっ、ー、と、6ヶ月間限定ですけど、えー、大体10万ぐらい積み立てしてて、あのー、SBI 証券だけで。他もやってますけど、あのー、そうすると5000ポイントずつね、5%返ってくるんですよ半あの。半年だけね。まあ今から入るのもあれなんですけど、まあ SBI 証券で積み立てして V ポイントで勝手に貯まったりするんで、まあビビってあるもんですが、 まあそういうので貯めていくと。で、イオンでもお得な買い物をして、イオンでもポイントが貯まります。例えば結構5%引きだったり10%引きになる時があるんで、そういう時にバーってたくさんに買ってですね、で、ポイント貯,、ま、貯めて、それで、こういうウェルシアで使うっていうのがなかなかおすすめなんじゃないかなと思います。でね、V ポイントに関しては、まあ T ポイントから V ポイント2024年8月まではまだ使えるんですけど、それ以降は全部 V ポイントに変わります。 で、2024年9月からたまった V ポイントを和音ンポイントに交換して利用できますんでああ V しかないなーとか V ポイントしかないなーじゃあ1.5倍もう9月からできないなーっていうわけではなくてですね V ポイントを9月から和音ンポイントに変えてそれでお得にやっていくっていうのが今後の戦略になっていくんじゃないかなと思います。 で、例えば V ポイントですね。他のポイントサービスでも使えます。和音だけじゃなくて、JR キューポというものだったり、アナに使えたりしますが、まあ、やっぱり和音ポイントに変えて、ウェルカツで33%引きにするのが一番チート級のレベルの使い方なんで、まあ、おそらくメインは和音ポイントになるんでしょう、と思います。 で和音ポイントですが、全国のウブレシアなどで使えるのは、カタカナとね、英語のやつがあるんですけど、英語の方です。和音ポイントの方ですね。カタカナのやつはなんかいまいち使い勝手悪いんだよね。で、お客様感謝でに使えるんで、これが一番いいですね。で、T ポイントを和音ポイントに交換するやり方は、T サイトより申請してください。T ポイント1ポイント、和音ポイント1ポイントになります。 交換上限は1ヶ月3万ポイントまで。交換には、えー、イオンのログイン ID が必要になってますので、詳しくは、あの、サイトに載ってますので、こちらをチェックしながらやってみてください。まあ、これからの戦略ですけれども、まあ、月3万部員ポイントは和音に変換可能になってます。4万5千円分の消費は今まで通りで OK なんで、まあ、これ以上買う人もなかなかいないと思いますけどね。まあ、割、8割9割の人はこれで満足するんじゃないかな。 まあ、それ以上は別の使い方でやっていただければいいかなと思います。なので、今後ウェルシアグループはワンオンポイント中心のサービスに移行しますので、まあ、これを見据えて動いていくと。で、ポイント特典に関しては、まあ、ウェルシアで貯めるんだったら、ポイント何倍デーとかシニアズデーとか、まあ、いろいろあるんですが、まあ、我々はあまりウェルシアでポイント貯めるってことはそんなしないです。毎月20日のお客様感謝デーで消費するのみが多いですかね。 で9月以降は、感謝でも和音オンポイントのみなんで、和音オンポイントに交換していくのが大事で、毎月20日のお客様感謝デーで、えー、1.5倍分、200ポイント以上のご利用で1.5倍分のお買い物できる。使用ポイントの上限は1日3万ポイント。まあ、だから交換も3万、月3万ポイント、使用ポイントの上限1日3万ポイント。まあ、それ以上使えるんですけど。で、一応ですね、えっ、ー、と、除外品ってのもありまして、処方箋だったりとか、 補佐カードだったり、タバコ、公共料金の支払いはこれ適用できませんので、そこだけお気をつけてください。でワンオンポイントのよくある質問に関しては、まあ、ポイントは、ね、交換申請して翌日になるのか、3日後になるのか、1週間後になるのかは分かんないと思うんですが、即時交換が完了です。V ポイントからワンオンポイントに交換申請した場合は即時交換ということなんで、 まあ、エラーの場合は1、2週間かかることもありますが、基本的には即時なんで。19日とかに、あ、明日やろうとか、20日中に明日やろう、今日やろうってなっても何とかなると。それはいいところですね、まあ。まとめです。9月以降も引き続きウェルシア活動が楽しめます。V ポイントからワオンへ交換できると。イオンのイベントを利用してワオンをがっつり貯めていきましょう。ということです。おしまい。最後です。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。 まあメンバーシップもやってまして、特典としたらオンラインサロン H ラボっていうのをや月490円からやってますし、ライブ配信の方もやってますんで、ぜひそこで参加できていただけたら、まあ正直表で喋れない内容をね、そっちで喋ってるんで、あの、一般的な話は表の方で。で、裏側の柱はこっちのサロンだったりとか、ライブで話してますんで、ぜひ見てみてください。お疲れ様でした。ここまで聞いていただいてありがとうございます。